あっちは俺に任せろ。お願い。ゲゲ待て。ろくでもねえ日だな。あー、せっかくの一長らが台無しじゃねえか。まあいっか、もう会うこともねえし。なんで追いかけてくんだよ。どうして逃げたの。こう見えてもやり手の営業マンなんだよ。見たいなら金払うの当然だろ。中身を確かめるだけだから。よその国で勝手にヒーロー活動していいわけ。分かってもらえて嬉しいよ。そんなにヒーロー活動したけりゃ、見たけりゃ金払え。払うから見せて。10万ユーロ。ちょっと待て。いい加減に。